はい、コナンです。ゆるゲゲやっていきたいと思います。現在なんですけども、ユーザーランクの方が2540まで来ました。そして今ね、にゃんことのコラボやってます。そしてこれですね、新キャラ登場しました。ガチャ、今日はねこのガチャ引いてダイダラボッチを引けるまで回します。そしてゲットして、それを使って難しいステージのね攻略やっていきたいと思います。これすごいんだよね。大地を食らう巨大ダイダラボッチ、ダイダラボッチの部品、そしてヤマタノオロチもね、僕持ってないんで、できればこっちもねゲットしたいと思います。まあでもね、本命はやはりダイダラボッチ。スペック見る限りむっちゃ強そう。結構ね、高難易度ステージで活躍する感じがしています。もうね、使うのが楽しみでワクワクしています。まあでもね、引かないといけないから。でもこのゆるゲゲね、ガチャ結構ぬるいんで結構出るんですよ。回せばね、幸いあのチケットがね7枚あるんで、これでまず引きたいなと思います。猫娘のカットインが来ないとダメだよね。レアです。ヒョウスベ、まあ、使えるキャラなんですけども、できれば持っていない妖怪来てほしい。まあ、持っている妖怪でもとつって強くなるんで OK ですけども。お、猫娘のカットイン、これは超激アツ。お、これは超激レア。なんかダイダラボッチの部品来ましたね。いきなり来ました。まあこれはね、ちょっとラッキーだったんじゃないかと思います。さあ早速ね、強化していきましょう。あらゆる妨害効果を無効にするということで、これはちょっと特殊な能力だぞ、今までにない。そして進化させるとダイダラボッチコストは高くなるが、ゴージャスを必ず吹っ飛ばすということで、ダイダラボッチ今日はね、この2つ両方使ってみたいなと思います。ゴージャスに対して特殊効果吹っ飛ばす、体力が72000、しかしコストが6300、攻撃もすげえな。とにかく体力半端ないですね。コストが高いんで、ちょっとねこっちのダイダラボッチの方が使いにくいかなと思います。さあそれではね、竜の住処、こちらでやっていきます。日本編の最終ステージ、まずはねダイダラボッチの部品の方を使いたいと思います。こっちはねそんなにコストが高くないと言ってもね2100なんで、まあやっぱり超激レアというだけあって、そこそこコストは高いけど、進化するともう6300なんで相当厳しい。そしてニャンコとのコラボキャラ使っていきます。これねすごく使える。塗り猫壁、そしてダイダラボッチの部品、こちらあらゆる妨害効果を無効にする。進化前のねこの部品の状態でも体力はね28800、そして攻撃が9600ということで、結構スペック高いよね。なので普通に使えます。そして千年に2歩歩く鳥、こちらも負けてないんですけども、攻撃が42000、しかしね体力の方は12600なんで、攻め込まれるとちょっとやられてしまうというね。ダイダラボッチはね攻めてくるしね。さあヌラリヒョン出てきた。そして竜の住処ではこのガジュマル飛行隊とかね非常に活躍しています。ヌラリヒョンはね体力が半端ない。24万、桁が違うぜっていうね、ちっちゃいんですけども、まあでもねそんなにね厄介ではないかなと思います。さあヌラリカニ坊主来ました。こっちはもっと厳しい、体力がもう桁がよくわかんない、115万。そして攻撃のね射程がとにかく400なんで長いんですよ。もう画面の半分ぐらいね攻撃されちゃうんで、ここをいかに攻略するかがこの竜の住処の攻略ポイント。そしてダイダラボッチの部品攻めていく。普通に強いよね攻撃とかね。この千年に2歩歩く鳥と違うのは、やはりこの移動して攻めていけるってのがね、あとねコストもね進化前は2100なんで結構使いやすい。これ2体出したりねすることができます。なのでステージによってね、この進化前と進化後をね使い分けていくとねいいんじゃないかと思います。さあ牛が出てきましたね。牛角、この辺りは
特殊能力持ちのお参考ヘラクレス。さあやべえ、攻めてこられた。ここをどうしのぐかっていうね。ここはやっぱり鳥とダイダラボッチの部品でなんとかやられちゃう前に、このカニがね、射程がとにかく長いんで攻撃力はそんな大したことないんですけども。そしてヌラリン、カニ坊主体力がすごいんですよ。もうあと一息、なんとかねここはしのぎたい。このコラボキャラのね、ニャンコとのコラボキャラの猫塗り壁、この辺りがねコストが安くていっぱい出せるんで、なんとか壁になって防いでほしい。そして牛角来たね。牛角もね HP が半端ない。まあでもね、そんなに射程が長いわけではないので、まずねカニタリを倒しました。これでとりあえず、やべえこっちのタワーの HP が6200なんで、あと数回やられたら私はなんとか防ぎたい。この雑魚キャラのグレムリンとかでも、雑魚キャラっていうのもあれなんですけども、雑魚キャラっていうには強いんだよ。なんとか防ぎ切りたい。そしてもう少しでダイダラボッチ来ましたね。さあダイダラボッチの高い攻撃力で、そして白鳥、この白鳥はやっぱり守りとしてね持ってると非常にこのステージ攻略がね楽になってきます。だから今のガチャおすすめだよね。白鳥とかさ持っていない人は、この今やってるねこのダイダラボッチのガチャはね結構おすすめなんじゃないかと思います。まあヤマタノオロチはね、まあ、最悪あれだよね、ビビビポイントでショップで交換できるんで、もう少しでね5万ポイント貯まるんですよ。まあなかなか貯まんないんだけど、そこでねポイントで交換してゲットしようかなと思っています。さああとはね押していきます。ザコキャラ押していく。さあ最後タワー攻撃する。さあこれで終わりかと思いきや、出てきたよカブトジャミ。ちっちゃいけど HP 結構強い、攻撃も結構強いです。そしてサザエル、こちらもね体力強いです。まあでもここまで来ればそんなにね苦労することはないんじゃないかと思います。ガジュマル飛行隊で攻めていく。ガジュマル飛行隊がねヘラクレスアマテラスに対しては非常に有効。さああとこのカブト倒して終わりか。キモネコもねコストが安くていっぱい出せるんで、結構今回のねこのニャンコのコラボキャラ3体は、まあ、常にね使えるんじゃないかっていうね気がします。さあタワー落としていきます。もう出てこないよね。さあ一斉攻撃だ。さあ行きましたね。さあ次はですねガイデンのマジ弟子、こちらやっていきます。アマテラスが出てくる。ここでねダイダラボッチ使っていきたいなと思います。ただねコストが6300でなかなかたまんないんで、ここはね百鬼夜行をうまく使って、まあ、出していくという感じにはなってくるんじゃないかと思います。まずはこのニャンコとのコラボキャラと、まあ、カラスとかねキジムナーで、まあ、コストの安いキャラでちょっと時間を稼ぎつつ、まず取り出します。早めにね鳥は出して使いたいよね。そしてその間にね ためながらタイミングを見てね百鬼夜行を使って、まあ、コストの高いね超激レアのキャラをね出していく。さあこのニャンコとのコラボキャラかわいいよね。かわいさだけでもなんか使う価値あるかなという気がします。さあ1万2000まで来た。そしてレベル6まで上がりました。魂レベル、ここで百鬼夜行を使って一気にねキャラを出していきます。このステージはね結構この攻め込み、敵の攻め込みが早いよね。ここをいかに食い止めていくかっていう、
とこになるわけですけども、ダイダラボッチはすげえ体力が72,000、そして攻撃が19,200なんで、もう守りもいけるし攻めもいけるというね。今回特にゴージャスキャラ出てこないんですけども、もうその特殊能力吹っ飛ばしは置いといても普通に強い。なんだこれは見た目もこの一撃がすごいよね。結構ね、攻撃間隔もまあ12秒なんでそこそこ出せます。この白鳥とダイダラボッチで 無敵状態ですね。さあと攻めていきましょうか。さあもう出てこないか。さあダイダラボッチ攻める、押していく、行きましたね、強え。